チャット GPT よりもノーション a i の方が優秀だなと思います。ここにテーマを入れる、まあそうすると、こんな感じでノーション a i が書いてくれます。すごいですよね。これがノーションにくっついてるっていうのがめっちゃすごい便利なんですよね。もうめちゃめちゃ便利。はい。で、今回の動画なんですけど、今回はノーション a i についての話をしていきたいなと思います。ノーション a i 知っていますか今結構一部では話題になっていて、まあ一部でっていうかすごい まあ世界中で話題になってるんですけど、まあそれを実際に触ってみたところ、これはとんでもねえということで、まあぜひね、YouTube でやらなければということで、今回動画を作ります。で、まあ AI についての話なんですけど、一番有名な AI だと、チャット GPT ですね。これがまあ世界中でめちゃめちゃ話題になって、まあリリース、リリース1ヶ月でユーザー数1億人を超えたっていうとんでもない、まあ化け物 AI なんですけど、 まあ今日はこのチャット GPT ではなくてノーション AI の方ですね。で、個人的には触ってる感じだと文章作成だけするんだったらチャット GPT よりもノーション AI の方が優秀だなと思います。なんかそれはその文章の精度とかそういうことだけではなくて、その操作性とかいろんなところも含めてね o ーション AI の方がいいなと思っているので。 ま、その辺のことを今日は解説していこうと思うので、興味がある人は聞いてください。で、ノーション AI の話をするんですけど、まずそもそもノーションって何なのかっていう話をしたいと思います。えっとね、ノーション AI と言っているんですけど、ま、もともとノーションっていうものがあって、そこに AI が実装されたわけです。 で、それをまあ Notion AI みたいな言い方をするんですけど、まずその元になってる Notion の方から話したいなと思います。Notion とは何なのかっていうと、まあメモとかタスク管理とか、まあそういうビジネスに必要ないろんな機能を一つのアプリで実現できるようなツールですね。まあそれを Notion っていう感じです。まあイメージつかみにくいかもしれないんですけど、まあ要するにめちゃくちゃすごいメモ帳の進化版みたいなもんだと思ってください。別にね、そのメモ帳とかエディターって文字を書く。 だけなんですけど、もうそこにめちゃめちゃいろんな機能がついてて、そこでもうタスク管理やりきたりとか、チェックリスト作れたりとか、まあ表が作れたりとか、まあいろんなことができるようになってるものなんですけど、まあそんなに世界中で使われてるノーションっていうのがあって、まあ使ってる人も多いかなと思うんですが、はい、まあ使ってない人はね、ちょっとイメージ使い、みづらいと思うので、まあそんな感じですね。まあめちゃめちゃすごい手の帳だと思ってください。 で、僕自身じゃあノーションどんな感じで使ってるのって言うとですね、まあ僕は結構文章を書いたりする仕事が多いので、まあそういうのに使っています。例えばメルマガ書くとか、あとはこの YouTube で喋るときに軽く台本作るんですけど、その台本とかもノーションで書いています。はい、別にメモ帳でもいいんですよ。メモ帳で書いてもいいんですけど、ノーションの場合はそこに全部集約できて、まあ管理とかもしやすいし、あと誰かに共有するとかっていうのをボタン一つポンって共有できたりするんで、まあそういうのが便利でノーションを使っているという感じですね。 はい。まあ、なんとなくノーションが何か分かってもらえたところで、じゃあノーション a i の概要の方いきたいと思います。まあ、具体的にノーション a i って何なのかっていうとですね、まあ、もともとノーションっていうそういうものがあったんですけど、この従来のノーションに AI が搭載されてめちゃくちゃ便利になったというのが、まあ、今の流れですね。で、このノーション a i 自体は2022年の11月にテスト運用が始まって、そこから3ヶ月ですね。して、2023年の2月に正式リリースされました。なので、まだ正式リリースされたばっかりなんですけど、 まあこれがとんでもないということで今回の動画を撮っているわけです。で、ノーション AI で使われている言語モデルについてのも話もちょっとしておきたいんですけど、えっとね、ノーション AI では、まあ他社開発の複数の言語モデルを使っているというふうに発表されています。で、言語モデルって何なのかっていうと、まあ文章作成とかね、いろんなことが AI で,できるんですけど、まあそれの元になっているものだと思ってください。まあ例えばチャット GPT だと GPT3 とか、あとは Google ではね、あの b ー r t っていう言語モデル、 を作っていたりするんですけど、まあそういうものですね。はい。なので、えっと、ノーション AI で実際に中の言語モデルが何なのかっていうのは公表されていないんです。で、一つだけじゃなくて、何か複数の言語モデルを使っているみたいです。まあここについてはね、あの、外から調べるあれもないので、まあ考察とか何かできるわけではないんですけど、まあでも複数の言語モデルを使うっていうのはね、なんかそれぞれの長所短所みたいなのを組み合わせて精度を上げるっていうのも確かにできなくはないかなと思うので、まあその点でもね、例えば、 まあ GPT-3 使ってるって言うと、結局のところは ChatGPT と、まあその精度とかはそんなに変わらないかもしれないですけど、でもそうじゃなくて複数のリングモデルを組み合わせているっていうところで、まあもしかしたらね、そういう ChatGPT とかそういうところよりも精度の高い文章生成とかできるようになるかもしれないので、まあその辺も結構注目すべき点かなと思います。はい。で、ノーション AI の使い方はめちゃ簡単なんですけど、とりあえず、えっと、まあ誰でも使います。 で、Notion 使ってる人なら誰でも使えるんですけど、無料のユーザーだと20回までですね。はい、Notion AI 使おうと思うと、とりあえず最初は、えっ、ー、と、無料でも20回まで使えます。まあ、ただ、20回って、ぶっちゃめちゃめちゃ少ないので、あ、こんなもんなんだって思って、本気で使おうと思ったら、普通にもう課金していかなきゃばい,いけないので、そこは注意してください。あ、楽しいなとかって思ってて、適当にやってると、もうすぐに、あの、上限に達してしまって使えなくなるんでね。 まあだからノーション AI ってどんなんなんだろうっていうのを触ってみて、まあ実際に課金したい人向けって感じですかね。はい。まあただ個人的にまあ自分もノーション使っているんですけど、まあそういうふうにノーションを使う人ですね。まあ特に文章作成する人はまあ必須レベルかなと思います。まあ課金しないとほとんど使えないんですけど、もうコスパ高すぎるので、まあ使えるんだったら絶対に使った方がいいかなと思います。 で、ただ昔の Notion では当然この AI 使えなくて Notion アプリの方もえっとバージョン2.1以上とかにしなきゃいけないのでまあそこは注意してください。なのでもしかして、ね、Notion 使ってる人でもあれ AI とか使えないけどっていう人はそのバージョン上げないといけないのでまあバージョンアップをねしてください。で実際じゃあ Notion を AI で使うときにどういうふうに使うのかっていうのを見せましょう。はい、ということでまあこれが Notion の画面ですね。まあこの辺にいろいろとページみたいなのを作れてまあこういう感じで管理ができるっていうやつなんですけど えっと、AI の使い方ね。もーション AI の使い方。まあ、いろんな呼び出し方があるんですけど、めっちゃ簡単に呼び出せます。まあ、ここにはね、あの、うっすら書いてあるんですけど。えっと、まず一つは、ここでスペースキーを押すことで、こんな感じで、AI を呼び出すことができます。まあ、この辺のね、詳しい説明はまた後でしていこうかなと思います。まあ、とりあえず呼び出し方だけ、最初にやっちゃおうと思います。えっと、スペースキーを押すか、もしくは、スラッシュ AI みたいな感じで打ったりするとこんな感じで、 えっと、AI を呼び出すことができます。あとはもう一個。えっ、ー、と、Mac の場合だったら、Command J ですね。ショートカットも用意されてます。えっ、ー、と、Windows だったら Ctrl J で呼び出せるかなと思います。はい。他にも、えっ、ー、と、ブロックの中から呼び出す方法ですね。まあ、こんな感じで。まあ、ここから呼び出してもらってもいいですし。まあ、この辺から呼び出してもらってもいいと。まあ、こんな感じで呼び出すことができます。 はい。なので、まあ、ここでね、スペース打って使うのが一番分かりやすいので、まあ、スペース打つか、えっ、ー、と、コマンドプラス J でのショートカットで指出すかが僕は多いんですけど、はい。まあ、そのどっちかでやってもらったらなと思います。なので、自分の Notion で、えっ、ー、と、スペースキーをして出ない人は、えっ、ー、と、バージョンアップしてないので、2.1以上にバージョンアップをしてください。はい。で、ここからね、Notion AI でできることみたいなのをいろいろと見せていこうと思います。はい。まず一つ目ですね。一つ目が、やることをリストアップする。 ということができるので、実際にそれをお見せします。例えば何かっていうと、メールとか議事録とか、そういうところからやること、やらなきゃいけないことっていうのをリストアップすることができます。で、例えばね、どんなのかっていうと、えっ、ー、と、サンプルね。まあ、こんな感じで文章があったとしましょう。ちょっと大きくしましょうか。はい、こんな感じで。例えば、まあ、こんな感じのメールが来たとしましょう。まあ、なでもいいんですけど、これサンプルです。 サンプルでこんな感じのメールが来たときに、えっ、ー、と、AI を使ってやることっていうのをリストアップすることができます。で、どうするかっていうと、えっ、ー、と、これ選択してください。選択して、まあ、ここに AI に依頼っていうのがあるし、あとはさっき言ったショートカットコマンド J で、ショートカットを呼べるんですけど、で、こっから、えっ、ー、と、ノーション AI の場合は、いろいろと、まあ、何をしたいかっていうのをこんな感じで、まあ、あるムで作ってくれているので、この中から選ぶだけで簡単に、 ま、そのね、AI の仕事をしてもらうことができます。例えば、やることリストみたいなのを作りたかったら、このアクションアイテムを抽出するみたいなのを選ぶと、こんな感じで、メールの中から、やることリストっていうのを抽出してくれて、チェックボックスみたいなのを作ってくれます。はい。で、ま、この後はね、ま、やり直すときはやり直すとか、あとは選択範囲を置き換える下に挿入とか、ま、今回下に挿入しましょう。そうするとこんな感じで、下に挿入することができます。はい。なんで、これがこのまま、もうタスクのあれになるので、 終わったらこんな感じでタスクを終えていくと、タスク管理まで一緒にできると。まあ今回ね、めっちゃ短いんで、わざわざこんなやることですと、AI に作ってもらう必要ないんですけど、例えば長い議事録とか、まあそういうものになってくると、やっぱりね、自力で全部やっていくとなかなか時間かかるので、なので、まあ全部を抽出できるかって言われたら微妙なところではあるんですけど、でも、あらかじめ AI で まあ、ざっくりそうやってやることを抽出してもらって、あと抜けてるところは手動でやっていくと、めちゃめちゃ効率よく、そういうやることを、まあ、ピックアップできるって感じですね。えっと、続いて、ノーション AI でできることを、ようやくですね。はい、ようやくみたいなこともノーション AI はできます。例えば、何でもいいんですけど、はい、我が輩は猫である。の冒頭ですね、これ。まあ、何の文章でも良かったんですけど、まあ、わかりやすいかなと思って、これを持ってきました。 で、これを予約するときはどうするかっていうと、これも同じですね。えっと、選択をしてもらって、まあ、今度はじゃあ、ここから行きましょう。で、AI に依頼で、まあ、選択範囲から生成っていうことで、まあ、ここに予約するっていうのがあるんで、これを押すだけです。まあ、そうすると別に、予約してとか指示することなく、書いてくれます。で、このドキュメントは我がは猫であるという小説の冒頭部分です、みたいなことだけ言ってきたんで、まあ、もうちょっと予約してほしいな。 っていうので、まあ、やり直すを押してもいいし、長くするとか続きを書くでも多分書いてくれると思います。今回やり直すを押してみましょう。まあ、書いてくれませんでしたね。じゃあ続きを書くとかにしましょうか。はい、そうすると、今度は予約してくれましたね。文章はね、この目線から綴られた小説の冒頭部分ですという感じで。まあ、これをね、もっと長くしたい。 長くしてほしいときは、この辺を押す。まあ、続きを書いてほしいときでもいいんですけど。はい。ちなみに、長くするを押すと、どんな感じになるかっていうのを、見せるとこんな感じですね。はい。そうすると、さっきよりも長い文章で、こんな感じで書いてくれます。はい。まあ、ようやくなんでね、あまり長くしていくと <laughs>、ようやくの意味がなくなってしまうんですけど、まあ、ようやくみたいなこともできるという感じですね。 はい。続いて、文章のリライトですね。リライトみたいなのもノーション AI 簡単にできます。で、今度もサンプルを貼り付けると、はい。こんな感じですね。まあ、なんか、何でもよかったんですけど、日記みたいなものを書いてもらいました。これ、ちなみに何で書いたかっていうと、ノーション AI に書いてもらいました。なんか適当なサンプル作ってみたいな感じで作ってもらったのがこれですね。で、この文章のリライトみたいなのも、 の商品 AI にやってもらうことができます。まあ、それも定常同じですね。こんな感じで選択してやって。はい。で、えっと、文章を改善するですね。これを押すと、どんな感じになるかっていうと。まあ、これ見て分かりますよね。はい。えっと、さっきの元の文章、かなりひらがなが多かったんですけど、まあ、そのひらがなっていうの 感じにしてくれてます。まあもちろん感じにしてるだけではないんですけど、他のところを守っ,治ってたりするんですけど、まあ今回の場合はね、ひらがながかなり良かったので、まあそういうものを感じにしてくれたと。はい。まあこれも全然完璧なわけではないんですけど、まあただ、まあこれをやるだけでも結構治ったりするので、まあ自分の手間はかなり減るんじゃないかなと思います。はい。いいですよね。かなり。はい。続いて。えっと、アイデアのブレストみたいなこともできます。 まあなんかね、自分自身が考えてる時に、何かを考えてる時に、もうちょっといいアイディアないかなとか、まあそういうふうに思ったら、この AI に頼むと、いろんなアイディアっていうのを出してくれます。で、例えばどんなものかっていうと、まあ呼び出し方は同じで、スペースって、まあここにね、いろいろとあるんで、まあ AI でドラフトを作成っていうところで、まあいろんなものを、まあ自分の目的に合わせたものを選ぶんですけど、例えばこのアイディアのブレインストーミングっていうことで、アイディアを書いています。 えっと、AI。例えば、何でもいいんですけど、AI をテーマにした YouTube 企画ですね。まあ僕は YouTube やってるんで、まあそういうなんかいい動画ないかな。なんかアイデアないかなと思った時にこういうの突っ込んでやる。まあそうすると AI がこういう感じでアイデアをいろいろと出してくれると。まあちょっと量が多いんで、今10個くらいかなってきたんで、まあ全部を言わないですけど、まあ一応、 ちょっとだけ読むと AI に関する最新情報やニュースを取り上げるニュース番組形式の動画シリーズとか AI の歴史や基礎知識を解説するビデオシリーズとかあと AI を活用したユニークやユニークなアプリやサービスを紹介するレビュー動画とかですねまあこのあのノーション AI に関してはまさにこういうまあレビュー動画みたいな感じになっているんですけどまあそういうのを提案してくれますまあなかなかねこう自分になかった自分のこう頭にはなかったことを提案してくれたりもするのでまあかなりこれも 実用的で使えるんじゃないかなと思います。はい。では続いてできることは、ブログ記事を書くですね。まあこれかなり、うちの視聴者さんだったら、まあメインの機能になってくるかなと思います。まあこれもやり方は同じですね。えっと、ブログ投稿っていうのがあるので、まあこれを選択します。で、何についてのブログ投稿をね、書いてもらうかなんですけど、まあ何でもいいんですけど。じゃあチャット GPT の使い方でも書いてもらいましょうか。 はい。まあ、ここにテーマを入れると。まあ、そうすると、こんな感じで、ノーション AI が書いてくれます。すごいですよね。これ、AI が全部自動生成なんで。もちろん、えっ、ー、と、他の人が、チャット GPT の使い方っていうのを打っても違う文章になるはずです。で、ノーション AI の面になるのって、まあ、これをね、いろいろといじれるんですよ。このまんま。もうこれエディターになってるので、このまんまいろいろい,ろいじれるっていうのが、もうとにかく、 めちゃくちゃ便利。ええー、とね、例えば、どういうことかっていうと、まあこれね、えっ、ー、と、今のやつを、じゃあもうちょっと長くしてほしいなって思ったら、もちろんこれ長くするっていうのを押せば、長くしてくれるんですけど、はい、そうするとまた改めて書き直してくれて、まあさっきよりも長くなってますね。このチャット GPT とは何ですかとかっていうのがかなり、詳しい話になってます。ちょっと難しい話もね、出てきてます。まあ、ジェネラティブプリトレイングトランスフォーマーの略でっていうことで。 はい。まあ、こういう感じで、いろんなのを書いてくれたりとか、ちょっと見にくいかな。ちょっともうちょっとちっちゃくしますね。はい。で、まあ、このまま、なので、編集をしていけると。例えば、じゃあ何でもいいんですけど、チャット GPT のメリットみたいな感じで書いて、んで、このまま、 えっと、続きを書く。みたいなのを押すと、このまま、えっ、ー、と、チャット GPT のメリットみたいなのをこんな感じで書いてくれる。いや、これめっちゃすごくないですか普通に。ね、もちろんデメリットみたいなのも、こんな感じで打って、 AI にデメリットを書いてもらうこともできる。はい。で、ちょっと短いなって思ったら長くするっていうのを押してやると、もうちょっと長い文章で返してくれる。はい。こんな感じ。まあ、これ見出し破ってるんでね。これ一回消してやります。え、すごく偉いですか チャット GPT でこれ同じことやろうと思うと結構大変なんですよね。まあチャット GPT ってもちろんエディターではないので、あくまでのチャットなんで。だから文章を作っていこうと思うと、例えばエディターとチャット GPT を行ったり来たりしなきゃいけないんですけど、これがノーション AI、ノーションにくっついてるっていうのがめっちゃすごい便利なんですよね。もうめちゃめちゃ便利。はい、もうめっちゃ使いやすいです。あの、ノーション使ってる人はね、ぜひ一回使ってみてほしいなと思います。ほんまに、あの、冒頭の方で文章作成だったら、 チャット GPT よりも Notion AI の方がいいんじゃないのって言ったのはまさにこの辺ですね。この辺の操作性がもうとにかくいい。そのまま、えっと、文章を編集して何かあったら、その Notion AI の方に投げることができる。まあ他にもね、いろんなことを投げられるので。例えば、アウトラインみたいな。こういうのも書いてもらうこともできる。 なんで、例えば、まあ、これね、えっと、別にいらないっちゃいらないんですけど、あ,あ、ここでも、まあ、いいか。例えば、これ、見出しさんっていうのを作って、まあ、今、じゃあ、OpenAI についての話が、この、前で出てきてるんで、えっと、OpenAI とは、っていう感じで言って、えっと、続きを書いていくと。 もうこれがでできるんでだから本来だったらオープン a i とはっていうのを書くときにまあ自分で打っていくもしくはネットで調べてまあその文章を参考にここに書いていくんですけどなんかその自分が書きたいなって思ってまあスラスラ書けるんだったらいいんですけどそうじゃなかったらとりあえず AI 呼び出してその AI にえっと元になるものを書いてもらってまあそれを修正加筆する形で書いていくと執筆っていうのはめっちゃ進みやすいなんか何書こうかなって 結構悩むじゃないですか。ゼロから何かを書こうと思うと書き出しどうしようとかっていうのがあるんですけど、少しでも何か書いてもらえると、まあそれをもとにいろんなことが書けるので、もうめちゃめちゃこれが便利。はい。で、ちなみに、えっと、さっきもね、ちらっと見せたんですけど、えっと、今はそのブログ記事、ブログ投稿を書くっていうので書いてもらってるんですけど、アウトラインっていうのもこんな感じで、まあ作成ですね。まあ代用作成なんですけど、っていうのもやってもらうことができます。 例えばどんな感じになるかっていうと、えっと、チャット GPT の使い方っていうのでアウトラインを書いてもらうと、まあこんな感じですね。まあ、今度は、えっと、文章とかじゃなくて本当にアウトライン。もう過剰書きとか、まあそういうものでこんな感じで作ってもらいます。まあ、これとブログ記事ね、アウトラインとブログ投稿の使い分けなんですけど、まあちょっとだけ書くとか、まあそういうものだったらアウトラインを使う。 で、もっともっとがっつり書いてほしいんだったらブログ投稿を使うとは、まあそういう感じでもいいのかなと思います。まあ本文はね、自分で書くわとか。まあもうちょっと、なんか結局書いてもらってもほとんど修正していくからあんまり意味なくて、まあちょっとずつ自分でこう書いていく。まあもちろんこの、それぞれの項目をちょっとずつ AI に手伝ってもらうとかはいいんですけど、まあそれだったらアウトラインにするとか、まあそういう使い分けとかでいいのかなとは思います。はい。まあこの辺もね、僕もまだ使い始めたところなんで、まあもっともっといい使い分けとかがあったら、また、 随時お知らせをしていこうかなと思います。はい。で、まあ、こんな感じでね、今は文章を生成するっていう感じなんですけど、まあでもそのうち多分画像とかも突っ込めるようになるんじゃないかなと思います。例えばね、AI に頼んでここに画像を突っ込んでたそれっぽい画像を作って突っ込んでとかっていうのも多分できるようになるような気がしますよね。はい。全然難しくない。今でも画像生成の AI ってあるんで。しかもノーション別に自社開発じゃなくて他の言語モデルを使うっていうことなんで、 うんだからそういうね、他の画像生成できるものを持ってきて、ここに画像を突っ込めるようにするって、多分多分そんなに遠くない未来できるようになると思うので、まあほんまにブログ記事を書くんだったら、チャット GPT より Notion AI 使う方が、もうめちゃくちゃ生産性上がると思いますね。はい、ということで、まあいろいろとね、実演をしてきたんですけど、えっ、ー、と Notion AI ここがすごいっていうのもいろいろあるので、 まあそういうのもね、ちょっとまとめて話をしていこうかなと思います。えっ、ー、と、まず1個、えっ、ー、と、日本語対応のことですね。ノーション AI 見ててわかるんですけど、えっ、ー、と、この辺日本語で表示してくれてます。まあこれ単純にめっちゃ助かりますね。あの、ハードルがめっちゃ低くなるんで。で、チャット GPT とかって、まあ基本的には英語じゃないですか。まあそろそうなんですよ。 あの、チャット GPT 開発してるのがオープン a i っていうサンフランシスコの会社なんで、まあ海外で作られてるものなので、まあ英語なんですよ。まあそのうち日本語にも対応されると、対応すると思いますけど、まあでもやっぱり基本的に英語なんで、まあなんでその辺ね、英語アレルギーがある人も結構いたりするんで、まあハードル高かったりするんですけど、ノーションの場合はこんな感じでもうすでに日本語でいろんな説明がき書いてくれているので、まあここがまずわかりやすいと。はい。で、あと、まあさっきもね、 チラチラとやっていたんですけど、続きを書いてもらったりするのがすごい便利なんですよね。あの、チャット GPT とかだと、まあ文章を書いてもらって、その続き書いてもらいたいときは、またチャット GPT にお願いをしないといけないんですよ。続き書いて、みたいな感じで。まあチャット GPT をね、使ってる人ならわかるんですけど。まあ、でも、こっちの Notion AI の場合は、別に続きを書いて、みたいなのを、わざわざ文章でお願いしなくても、ボタン一つクリックするだけで続きを書いてくれる。例えば、こことかでもいいんですけど、えっ、ー、と、じゃあチャット GPT のデメリットの、次に、 AI 呼び出して続きを書いて、みたいなことをすると、まあこういう感じで続きを書いてくれる。まあこの注意点みたいなことを書いてくれて。まあもちろん、もっと続きを書いて欲しかったらこんな感じ。まあなんか英語返してきますけど。はい、まあダメだったらもう一回やり直すかっていうのができます。これ英語返してみますね。まあこの後でまたやろうと思ったんですけど。 ええと、じゃあ、英語とかを翻訳するとかっていうのもできます。これですね。そういうの、Notion AI の方はもうくっついてるんで。はい、こんな感じで、英語みたいなのを翻訳して、日本語にするっていうのもできます。はい、そしたら選択範囲を置き換えるってすると、今の英語が日本語に置き換わります。すごい便利。はい、あと、さっきもね、 こう、何もないところから文章を書くのが大変っていう話をしたんですけど、あの、思いつかない時とかね。まあそういう時は、ひとまず AI に書いてもらって考えると効率いいかなと思います。あの、自分の文章の続きとかも書いてくれるんでね。はい。なので見出しとか作ったりとか、あとは自分でちょっと文章を書き始めたけど、なんかこの後何書いていいか分かんないなってなったら、もう AI にぶん投げる。とか、そんなんでも全然いいと思います。まあ例えば、何でもいいんですけど、 チャット GPT のすごいところ5000みたいな感じで書くと、まあチャット GPT がこんな感じで箇条書きで5つ、まあすごいところっていうのを、えっ、ー、とノーションエ AI ね、ノーションエ a が5つすごいところ、チャット GPT のすごいところっていうのを書いてくれて、ね。なんでこれを元に書いていってもいい。いいし、まあこれをさらに AI に文章にしていってもらっても大丈夫という感じですね。はい、あとは、まあさっきも見せたんですけど、あの文章を長くしていくっていうのを見せたんですけど、今度は短くするとかそういうのも、えっ、ー、と、やってみようと思います。まあ例えばこの文章あるんですけど、まあこれちょっと長くないみたいな、なんかもっとコンパクトにまとめてほしいなみたいなときも AI に依頼することができます。まあそれも簡単で別に指示とかいらなくて、えっ、ー、と、選択してやって短くするとかっていうのを押してやるだけですね。 はい。そうすると、こんな感じで、えっ、ー、と、この文章を短くしてくれて、こんな感じで書いてくれます。まあ、もちろんやり直してもいいし。はい。まあ、もうちょっと長くしてもらってもいいんですけど。そうすると、こんな感じで。文章を短くしたりもできます。あとは、後ラは次のチェックですね。まあ、その辺も選択をしてやって、まあ、スペルと文法の修正とかね。まあ、これ、書いてもらったものなので、まあ、ここに、えっと、間違いとかがあるのかって言われたら、 微妙なところなんですが。はい。まあ、そういうのもできますと。まあ、これもね、完璧じゃないんで、当然、えっ、ー、と、自分である程度はチェックはしていかなきゃいけないんですけど。まあ、でもこれをやるだけで、誤字脱字とかちょ,っとちょっとでも減るんだったら、全然、やった方がいいかなと思います。はい。他にも何かを説明するような、まあ、専門用語の説明とかね。まあ、そういうものっていうのも、チャット GPT にぶん投げることができます。 例えば。まあじゃあ、ここに GPT は Generative Pretrained Transformer の略でっていうのが書いてあるんで、トランスフォーマーみたいな。まあこれの説明をしてもらうのに、まあ説明をつけるとかで、押すと、あ、これ違うもん出てきますね。まあトランスフォーマーね。 えっと、本当は言語モデルの方を言ってもらいたかったんですけど、電圧とか電流を変換する装置のことは説明されてますね。まあ、それじゃダメなので、こんな感じでいけばいけるかな。いけましたね。えっと、まあ、言語モデルのトランスフォーマー説明してっていう感じで伝えたら、今度は、 えっと、言語モデルの方として説明してくれたんで、まあ、これをこんな感じで入れると。まあ、そうすると、トランスフォーマーとかっていうのがこんな感じで書ける。はい。あと、翻訳できるっていうのはさっき言いましたね。まあ、もう一回改めてやってみると、さっきは、えと、日本語にしたので、えっ、ー、と、今回はじゃあ、そのまま英語にしましょうか。まあ、日本語を英語にするってなかなかないような気がしますけど。そうすると、こんな感じで、まあ、選択すると簡単に、日本語を英語にすることもできます。 あ,あと、文体変えたりもできますね。はい、この辺で文体を変えたいときは、まあ、これもそのまま、えー、っと、トーンの変更ですね。まあ、これはトーンみたいな。まあ、ちょっと短すぎる文章なんで。はい、そうすると、まあ、これが、ノーション AI の中では、カジュアル、フレンドリーらしいです。 今、フレンドリーな文章にしてもらいました。そうすると、すごい、こんにちは、ビックリマークみたいな <laughs>、ちょっとさっきの文章よりも、あの、フレンドリーな感じになりました。<laughs> フレンドリーな感じになってるのか分かんないですけど。はい。まあ、若干ビックリマークが入ったりして、まあ、フレンドリーと言えなくもないかなっていう感じですね。まあ、この辺はでも、なんかそんなに個人的には使うこともないし、あんまり期待してるようなあれではないんですけど。はい。ということで、ノーション AI のいろんな話をしてきました。え、めっちゃすごくないですか普通に。 あの、途中でも言ったんですけど、とにかく、エディターに AI が組み込まれてるっていうのが、マジでこんなに便利なのかと。いや、めっちゃすごいやん、これっていうのは、なんか使ってて思いました。僕、まあ、チャット GPT を最初に触った時もめっちゃ興奮したんですけど、このノーション AI も、え、何これやばって、マジで100回ぐらい言いました。便利すぎて。まあ、これからもね、もっともっといろんなところに AI、搭載されていくと思うんですけど、まあ本当に、 あの、すごいね、生産性とかも上がりそうなので、まあ、興味ある人はね、ぜひノーション AI 使ってほしいなと思います。で、えっと、今日の動画はもうちょっと続きます。えっと、最後に、チャット GPT との違いですね。まあ、n o t AI とチャット GPT との違いについても簡単に説明をして終わりたいなと思います。で、まず、何が違うかっていうとですね、値段ですね。えっと、ノーション AI の方が安いです。はい、チャット GPT 月に15ドル。 まあ日本円にすると月に2000円ぐらいするんですけど、ノーション AI の場合は年払いだと月に8ドルですね。なので、えっと、月に日本円だと1000円ぐらいで使うことができます。まあこれ月払いだと、えっと、10ドルになるので、まあ日本円でだいたい1300円ぐらいなんですけど、ChatGPT よりもよっぽど安いです。はい。まあで、えっと、文章作成とかそういうのばっかりするんだったら、まあ ChatGPT よりもノーション AI 使っている方が、 まあ、めちゃくちゃ生産性上がると思うので、まあ、個人的には、まあ、ノーション AI に課金する方がいいかなと思います。まあ、安いし、使いやすいし、っていうことでね。はい。で、えっと、イール版になると、えっと、ノーション AI の場合は、今のところも無制限で AI 使えるみたいですね。あの、チャット GPT の場合は、えっと、制限みたいなのがあるのかななんか重量課金だった気がするんですけど。 今のところノーション AI の場合はそういうのがないっぽい。まあこの辺も今後変わってくるかもしれないですね。使う人が増えたらもしかしたらノーション AI の方も重量課金になったりとか、まあここまでしか使えないとかいろんなプランができるとか、そんなのもあるかもしれないですけど、今のところは、まあ年払いだと月に8ドルね。まあ月1000円ぐらい払うと使い放題っていう感じですね。はい。他にも ChatGPT の違いは、まあ初心者に優しいっていうところですね。まあすごい初心者に優しいなと思います。ノーション AI は。まあさっきもね、いろいろと見せたんですけど、まあ、えっと、 チャット GPT って、その結局何かをしてもらおうと思ったら全部、まあそのプロンプトというかね、何か命令とかお願いをしないとやってくれないんですけど、ノーション AI の場合はそれがなくてもやってくれることがいっぱいある。例えば長くしてほしい、短くしてほしいとか、日本語に翻訳してほしいとか、そういうのも、その元々用意されているものをポチって押すだけでやってくれるっていうのはめちゃくちゃ便利。まあよく使う機能がもうすでに用意されているので。 はい、ここっていうのはね、かなり違いがあるかなと思います。まあ、チャット GPT ね、まあ、良くも悪くも全部文章で命令する必要があるので、まあ、これが面倒に感じる人っていうのは結構いるかなとは思います。まあ、クロートの人とかね、まあ、結構こう、細かく自分流にやりたいっていう人はそれでいいのかもしれないけど、まあ、初心者の人だと、そもそも何て命令したらいいのかがわからないっていう人も結構いたりすると思うので、まあ、そういう意味では、まあ、ノーション AI かなり、あの、初心者でも使いやすいかなと思います。まあ、他にも、まあ、ちょっと被るんですけど、この初心者に優しいっていうところと、あの、操作性、めっちゃいいです。 の商 AI。まあ今見てもらってても若干それ伝わったのかなと思うんですけど、操作性がめちゃめちゃいい。で、チャット GPT、これね、最近変わったんですけど、多分ね、多分変わったんですけど、チャット GPT って、もともと、その、このチャットのボックスの中でエンターキー押せなかったんですよね。まあやってる人多分わかるんですけど、これ僕だけの問題かわかんない。全員の問題かわかんないですけど、エンターキー押すとそのまま送信されちゃうんですよ。 まあそれなんでかっていうと基本的にはあの英語で作られてるもんなんで英語の人たちって変換とかしないじゃないですかあの日本語で使う場合は日本語をひらがなで打っていってそれを変換して漢字にしたりしますよねなので結構その一回の中でえっとエンターティっていうのを何回も押すんだけど英語の場合はエンターティって押さないんでそのままねえっとエンターテイをさずに打っていって最後にエンターティを押すだけなんで まあそれでいいんですけど、それでエンターティーをしたら送信で。まあ僕らって困るわけじゃないですか。で、それで結構使いにくいってなと思ったんですよ。まだ打ってる途中で一回エンターティーをしたらそれで送信されちゃって、みたいな。これが結構あったんですけど、ノーション AI の場合はエンターティー対応していて、エンターティー一回ポチって押すだけだと別に送信されないので、それですごい使いやすかったです。ただ、これ最近ですね、チャット GPT の方でもなんか変わったのか、エンターティー押せるようになった気がします。まあなんかそれ確信があるわけじゃなくて、あ、今まで通りに押しても送信されないで、ちゃんと その決定みたいなのができるようになったなって思うので。なんで、これもしかしたら緩和されてるかもしれないですけど、まあ、ここのね、あの、エンターティーを押せるっていうのも、ノーション AI の場合は最初から押せたので、まあ、これめちゃめちゃ、まあ、めっちゃ良かった。本当にめちゃめちゃ神でした。はい。他にも ChatGPT との違い、あの、複数の言語モデル採用しているってことですね。あの、さっきもちらっと話をしたんですけど、概要のところで。まあ、ここについてもね、改めてちょっと言っておきたいなと思います。まあ、ChatGPT の場合は GPT3 っていう言語モデルを使っています。 まあこの GPT-3 のいろいろ問題点ね。まあめっちゃすごいんですけど、あの問題点として、例えば日本語に弱いとか、あとは最新情報に弱いとか、まあそういうものがあったりするんですけど。でまあ今後はね GPT-3 もその辺のことも解消されていくかもしれないんですけど、まあもしかしたらね、このノ o ショ o AI の方が、まあその辺の精度 GPT-3 とかよりもいいものになる可能性っていうのは全然ある。っていうかまあそもそも GPT-3 使ってる可能性もありますしね。何の言語モデルを使われてるの公表されてないけど、まあ全然使われてる可能性もある。結局のところ、 えっと、それって GPT-3 だけじゃなくて、いろんな AI、まあ、言語モデルが抱えてる問題だし、Notion AI だって、もちろん、えっ、ー、と、日本語に弱いとか、あとは最新情報に弱いとか、そういうのはあったりするんで、まあ、その辺ね、あの、今は ChatGPT と,と同じような抱え、課題抱えてるんですけど、まあ、その辺は今後に、あの、期待ですね。えっ、ー、と、次が、まあ、これも、えっと、実演しながら話をしたんですけど、まあ、とにかくですね、Notion のエディターで、そのまま直接呼び出せるっていうのがすごすぎる。もう、めちゃくちゃ便利。 普通にチャット GPT でじゃあ同じことをしようと思うとどうなるかっていうと、まあそのブラウザと往復をしなきゃいけないわけじゃないですか。まあメモ帳で何かを書いていて、何かを、まあ、チャット GPT に聞きたかったら、ブラウザの方に行って何かを聞いて、そこで出てきたものを例えばコピーして自分のえっとメモ帳とかに貼り付けてとかっていうのをしないといけない。まあていうかそれだけでもめちゃくちゃ効率は良くなるんですけど、何も AI とか使わないよりも。でもそれをそのままノーションで 文章を書いて、そのまま AI 呼び出して、それをそのままそこのエディターにバコッとはめ込くことができるっていうのが、まあとにかくすごい。はい。まあ短い文章をそもそも AI に書かせて、まあそれを自分で手直しするみたいなのを繰り返したら、まあめっちゃ生産性上がるだろうなと思います。ていうか普通に生産性上がってるんで、僕も台本作るときとかに、例えば何でもいいんですけど、あの、ノーションとは、ノーションが何なのかっていう説明を冒頭の方でしたんですけど、そのノーションとはっていう,う時うときに、このノーションの説明なんて、 するのが分かりやすいんだろうなっていうのを思った時に、ノーションとはっていうのを AI に書いてもらう。で、なるほど。あ、こういうふうに解説をするんだ。っていうので、それを自分で手直した。短くして、もうちょっと分かりやすくして使った。これ実際に今回の YouTube の台本でもそういうふうにしています。ノーションとはっていうので AI にちょっと書いてもらって、まあそれがめっちゃ分かりにくくて、硬かったんで自分なりに、まあ、簡潔にしたり、シンプルにしたりで分かりやすくして、まあ YouTube で喋ったっていう感じですね。はい。ということで、まあ、ノーション AI のね、 あの、すごいところが、まあ、チャット GPT との違いみたいなことをいろいろと話をしてきたんですが、まあ、最後に、まあ、これほんまに最後です。<laughs> ノーション AI のここがいまいちっていうところも、やっぱり話をしておこうかなと思います。まあ、すごいんですけど、すごいし、僕は絶対にこれからも使い続けていくんですけど、まあ、でもね、あの、全部を全部褒めるっていうのも、それはそれでどうなのかっていうところもあるので、まあ、ちょっとね、この辺はいまいちだなっていうところも紹介したいなと思います。まあ、ただ、これ、ノーション AI、 僕がいまいちっていうことで話をするんですけど、まあ、でも、ぶっちゃけ、ノーション AI だけじゃなくて、あの、他の AI とか、まあ、言語モデルも同じような問題抱えてると思います。なので、まあ、別にノーション AI だけを狙い撃ちしてどうこうって言ってるようなものではないんですけど。まあ、でも、同じような問題はあるんでね。まあ、一応その話もしておくと、まず一つ目が、えー、っと、長文作成が苦手なことですね。 はい。ノーション AI でも長文作成は苦手だと思います。まあ、チャット GPT とかでも同じですね。あんまりこう、バン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 いろんなお願いをして長文を書いてもらうっていうのは現実的じゃない。はい。まあ、現実的になんか丸投げして書いてもらってどうこうっていうのはまあ2000文字ぐらいが限界かなと思います。2000文字でもかなり来るしい。まあ、例えばブログとかね、SEO とかやっていこうと思うと5000文字とか1万文字とかの記事を書,いても書くことが多いんですけど、今って。でもそれを AI に丸投げして書いてもらうっていうのはかなり来るしい。 まあ、チャット GPT でも、そんだけの文字を書いてもらうっていうのが、そもそも、まあ、文字数の制限でできなかったりもするし、まあ、そこまで書いてもらおうと思うと、やっぱり、いろいろとめんどくさいことが起こりがちなんで、まあ、エラー起こるとか、あとめちゃくちゃなこと書いてくるとか、まあ、そういうのもあったりするんでね。はい。まあ、そういう長い文章を書きたいんだったら、まあ、見出し単位で、あの、処理していくっていうのが一番いいんですけど、まだからチャット GPT でも、全部ね、記事の上から下まで全部書いてもらうっていうより、見出し単位で、 書いてもらって、まあ、それをメモ帳にりっててとかってやるのはいいんですけど、ただ、それやっていくのはめんどくさいんで、ノーション AI だったらそのままノーションの中で、まあ、AI 呼び出して書いてっていうのが、まあ、細かくできるんで、まあ、ノーション AI が便利かなとは個人的には思います。はい。あと、日本語の精度が怪しいということですね。まあ、これも、えっと、別にノーション AI だけじゃなくて他のところにも言えることなんですけど、はい。まあ、基本的に、あの、言語モデル自体がね、あの、日本語苦手なんで、事前学習っていうのはやるんですけど、 AI って、その事前学習でやっぱりデータ量があった時に英語の方が多いんで、英語の方が精度高いです。なので日本語って言うのは結構、まあ怪しいというか精度低かったりするんで。はい。まあとはいえ、じゃあ使えないのかって言ったら全然そんなことはない。まあさっき見ててもらっても自然の文章を書いていたと思うんですけど、まあ全然使えます。ただそれそのまんま、あの、例えばブログで公開するとか、まあそういうのはあんまりそこまでのレベルではないので、まあただ下書きとしては十分かなっていう感じですね。 まあでもその辺もね、また時間が経って、まあ日本語の勉強とかもしていけば精度上がっていくと思うので、まあそれはこれからの期待っていう感じですね。はい。あと、まあチャット GPT でもね、散々言われてるんですけど、あの間違った情報が混在するというのも、まあこれもかなり気をつけなきゃいけないところですよね。まあ AI に書いてもらったら全て正しい情報が出てるのかっていうとそんなことはない。間違った情報バンバン出てくるので、まあそれはちゃんと人間が何とかしなければいけないので、まあそこはね、そういう間違った情報が出てくる。ファクトチェックはちゃんとしなければいけないっていうのを分かった上で使うようにしてください。 まあ、なので、基本的にはですね、まあ、ブログ記事書けるとか、文章作成してもらえるんですけど、ただ、よくわからない領域のことを AI に丸投げして書いてもらって、じゃあもうそれをそのまま投稿するとか、まあそういうことはやめた方がいい。まあそれを見てね、まあ誰かが良くない、まあ悪影響というかね、まあそういうものが他の人に出てしまう可能性があるので、ね、まあ迷惑かかる可能性があるので、まあそうならないようには注意してください。 はい。ということで、ノーション AI の解説でした。まあ、とにかくめちゃくちゃすごいので、一回使ってみてください。あの、エディターに AI つくとこんなに便利なんだっていうのが体感してもらえるかなと思います。あの、無料で使えるんでね。で、えっと、今回ノーション AI の説明だったんですけど、普通にノーション自体はめっちゃ便利なんで。はい。まあ、いろんなね、あの人がノーションの使い方とか、ノーションのすごいところとか、なんかそんなのを YouTube で出していたりするので、まあ、僕は別にノーションの説明をそんなにしなかったんですけど、まあ、日もやる人はそういう YouTube とかね。 ネットの記事とかを見たりして、まあ興味あったらノーションを使って、その時にはぜひノーション AI を使ってください。で、いいなと思ったら、あのノーション AI ね、課金してください。僕はノーションも何でもないですけど、まあ、めちゃくちゃおすすめです。はい。ということで、最後に本の宣伝させてください。2022年11月18日にブログライティングの教科書という初著書をですね、出版させてもらいました。今までになかったブログ記事の書き方ですね、18年のブログ経験を凝縮した内容を凝縮しているので、ぜひぜひブロが ウェブライター、アフィリエーターの方は買ってください。全国の書店、Amazon 楽天などで買うことができるので、まだ買ってない方はぜひぜひよろしくお願いします。ということで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。では、ありがとうございました。 ブログのほうをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する FEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。ああ、そうですね。<laughs> 開業するときにいちいちシットプラスエンター 打たんと分かんのが手間ですねってのは、ほんまにその通りだと思います。めんどくさい。まあ、しょうがない。そういうのもね、設定で変えられるのかなと思ったら変えられませんでした。今は分かんないけど、多分変えられないはず。いや、そう、ノンションめっちゃすごいです。ほんまにすごい。まあ、役割が違うんで、チャット GPT はそもそもチャットをするっていうのが、チャットボットというか、そういうものとして作られてるんで、エディター目的で作られてるわけじゃないので、まあ、そこを比較するのはどうなんだっていうところもあるんですけど、まあでも、 普通に文章作成だったら、ノーション AI の方がっていうのは間違いないかなと思います。マジで。マジですごい。まあ、使い方にあります。なんで、チャット g p t の方が全然便利なところもあると思うんで、それはそれでいいし、ノーションの方が便利。まあ、そもそもだからノーション使わないっていう人もいるじゃないですか。だからノーション使わないっていう人が、その AI のためだけにノーションとかに課金するっておかしいわけで。だからそういう人は普通にチャット g p t とかの方がいいのかなとは思いますけど。そう、月額10ドルですね、ノーション AI が。 年払いだと8ドルなんで。まあ、僕は年払いしてるかな。まあ、でも年払いでいい。もう使う人は年払いしてください。絶対使う。めっちゃ便利なんで。これ以上のもの出てくるかな出てきそうですね。出てくると思いますよ。まあ、ていうか、普通になんかいろんなものに AI が搭載されていくと思うので。はい。まあ、でも、ノーション AI もマジでビビりましたね。すっげえと思って。一人で、一人で事務所で、何これめっちゃすごいやんって。ほんまに100回ぐらい言った。マジですごい。 僕もまだまだね、その使い方に慣れているわけではないので、なんかもっともっといろんな使い方をしていかなきゃいけないなと思うんですけど、今の時点で触り始めてるのはやっぱすげえなと思います。